憧れのミュージシャンバンヘイレン、バンヘイレンさんがねお亡くなりになりましたね。昔ね私メタリカっていうバンドが好きでコピーしてたわけなんですけども、その時もベーシストのね、もう忘れましたね、ベーシストジェームス・フェッドフィールドじゃなかったと思うんですけども、その前クリフ・バートンさんがツアー中のバスの転落事故でお亡くなりになったということを聞いてね、非常に寂しいというかね、ミュージシャンでも死ぬんだって当たり前のことを考えたわけなんですよ。でこれから私たちが憧れてきた、10代の頃憧れてきたミュージシャンもね、デーブ・ムスティーンメガデスみたいなのとかね、それからジェイソン・ニーステッドとか、あとはカーク・ハミットとかね、あの辺もそうですけども、どんどん年を取っていくんだろうなと。新原実さんみたいなのも結構ね、私が中学の時に割といい大人だったんで、あと柴田直人さんとかね、日本を代表するような重鎮と言われるミュージシャンとかもどんどん高齢化が進んで、だんだん作品を見ることもなくなってね、でなんか再結成したりとかするんですけども、最近の状況でコンサートもできなくなったりで、 CD のリリースもなかなかねうまくいかなかったりとか、 CD 出しても売れないですからね、そういうことがあって、そういえば私の町にもパーソンズっていうのが来たことがあってですね、すごいちっちゃいライブハウスで20人ぐらいのお客さんが入ったっていうふうには聞いたんですけども、なんかいろいろと思うことがあるなと思います。でちょっとアニメなんですけど、マクロスセブンの熱気バサラをやっている方がやっぱりミュージシャンでね、名前ちょっと忘れちゃって申し訳ないんですけども、あの方も YouTuber をしてて、当時の突撃ラバーハートとかをね歌ってるのを見て、やっぱいいなと思いましたね。でもやっぱりこの振り返ればいろんな時代があって、その時代の裏には BGM が流れていて、音楽に熱狂したり音楽に癒されたりとかね、自分でもなんか歌詞に思いをぶつけてみたりとかいろいろあって、青春というのは作られてきたのかなと思いますけども、音楽っていうのはねやっぱその頃を思い出しますね。多くの方が言われてますけども、その中でもうすでにバンヘイレンさんがいないってことになると、バンヘイレンっていう音楽がこれからね、もう新作が作られていかないと。でマイケル・ジャクソンもそうですけど、マイケル・ジャクソンというブランドがこれからも永遠に継ぐにしても、もうねそこで新しい作品が作られないと思うと、なんか一つねやっぱ自分の中で青春が終わったような気がしてね、寂しいなと思います。これからは自分色のね音楽をこの街というねステージで奏でていきたいなというところでございますけども、だからといって音楽活動するってわけじゃないんですけども、私なりの YouTube 発信で作品っていうのはどんどん残していけるんじゃないかなと。それこそねバンヘイレンさんっていうのは世の中にたくさんの作品を出されてましたんで、そういう意味ではスピリッツはね魂は死なないんだなと思います。おそらくバンヘイレンの作品っていうのは50年後100年後200年後1000年後も語り継がれていくんだろうと思いますし、コピーをする少年や少女は後を絶たないんではないかなと思います。そしてバンヘイレンのね特徴的なギター、あれもね世の中に衝撃をもたらしたまんま、そのまんまずっと受け継がれていくモデルになるんではなかろうかと私は思うんですけどね。であと付け加えると個人的にはですね、メガデスのデーブ・ムスティーンのグローバー・ジャクソンのキング V、 あれも残ってほしいなと思います。それではね重ねましてエディ・バンヘイレンさん、本当にありがとうございました。バンヘイレンのおかげで私の青春と友人っていうのは本当に濃いものになりました。では失礼します。